高級中学校バスケットボールリーグ、略称高校バスケットボールリーグ、または HBL。HBL は中華民国教育部1988年創立、高校学校間のバスケットボール試合、男子高校バスケットボール女子高校バスケットボール。1988年に台湾教育部が設立。男子高校バスケットボールと女子高校バスケットボールがある。 HBL は優秀なバスケットボールプレイヤーをユースチームやナショナルチームに輩出し国際的な選手を育てるだけでなく国内での人気と学生のバスケットボール熱を牽引している普及率とスポーツ人口を鑑みるとバスケットボールは台湾では主要なスポーツの一つと言えるさらにプロバスケットボールの SBL の設立に伴い 1988年には129チームだった。HBL の参加チームは2000年代にはすでに269チームと増加している。HBL の試合は準決勝から生中継しているので、すごく人気があり、新たなスターが続々誕生。例えば、陳信康、総文奏へ、大豪、伝類、修士淵、松山高中保存的、高中愛玉高級。 つらねさい男性組官軍機。ありがとうございます。